はい、毎度はい、今日は、ね、いつも行くね、園芸店ね。黒田園芸って言ってね、結構有名らしいね、あの多肉植物でね。でまあ、夕方行くとね、お客さんいなくてのんびり買い物できるからね。で、今ちらちらっと見えたあのゴールドクレスト系のね、高くなる木あれも円錐状にカットされてて あ手間かけられてるよね。肉植物がどうのこうのってなんかね、みんな言うんだけど、実際ね、これ、そんなんじゃなくてね、このガーデニングのセンスみたいな気がすんだよね。普通、園芸店だとさ、なんかただ植木パラ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 置くだけでさ、ね、あまり余計なものにお金かけてないでしょ。うんちはね、なんだかわかんねいね。こんなね、必要な無駄なもんがあんだよね。あんな緑の扉なんか絶対いらないよね。開け、開けらんねえんだから。そいつなんかね、汚くて誰も座んねえんだから。 <laughs> それでもね、なんかディスプレイとして置いてあるんだよね、あれ、なんなのあれ、なんかイギリスチックなの、あれがイギリスの絵本かなんかのうさぎがさ、なんか出てくる、これもそう、これもね、必要な無駄のディスプレイね、ただガラクタで置いて並べてるだけよ、で一応、屋根ついてるんだよね、雨宿りするってってね、<laughs> 日よけにもなってよね、あれね、上が波板だから、あとこんなの、これはね、あっちは農作業のスコップとかいっぱい入ってたね、でこれもうわかんねえ、こんな椅子座ったら崩れねえか 誰か座ってんの見たことないね、だから置いてあるだけね、必要な無駄ね、あの女性はこういうの好きだよね、こういうのも、ああ、素敵って言うんでしょ、こういうの、女の人が見ると、なんかこのぼロっちの、<laughs> 一応、ガラスの窓ついてるね、小窓がね、何すんだか分かんないけどね、中、なんか覗けたけどね。 いろいろガラクタ置いてあるよね、この古いもの、椅子とかね、なんかいっぱい置いてあってね、あとこっちの方は売り物の草木を置いてあるわけじゃないんだよね、完全に必要な無駄それなのに枕木でこれほら、縁取りしてあんね、足元にも枕木を埋め込んであんだよね、ほら、これもみんな枕木だね、どこで買ってきたんだか知んないけどねねジョイフル本本行くと、ね、本当に枕木売ってるよね。 まあ買おうかなと昔思ったことあったけどね、チェーンソーじゃなきゃ切れねえって言われたけどね、なんだよ、チェーンソーなんて普通のノコグリで切れねえ木はないはずだよね <laughs>、こっちに多肉植物がいっぱい浮いてあるんだよね、多肉植物が有名だって言うんだけど、多肉植物じゃねえような気するよね、これ必要な無駄がさ、なんかやっぱ女心を捉えてるというかね、これはランプかい ねこっちはまあブロック引いてあるね床にねであったらやっぱり小屋みたいなね使いもしね小屋建ててんだよね無駄に基本この辺に置いてあるものは売り物じゃないからね値段なんか貼ってないからねただディスプレイただダメになった植木ぶん投げてるような感じあるよね売れ残っちゃったやつをねまあ売れ残りは売れ残りでこっちの方でね第2の余生を過ごしてるじゃないけどこれも枕木で花台作ってねやっぱりこういうとこ金かかってるよね 一般の家庭だとね枕木をね切るとなったらチェーンソーじゃなきゃ実際仕事になんないから、ね、手で切って切れねえことはねえだろうけどね、1日1本とかね、今の小屋なんかさ屋根ねえかんね、柱組みだけだよね。<laughs> まあこの辺は売り物かな、まあ、このお店もね季節によってねどん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 ん商品が入れ替わるからねこの辺はなんだか綺麗なのか汚ねえのかよくわかんねえのかいっぱい売ってるね。 シェードガーデン、日陰ガーデン、北側に置くのがよさそうなのを置いてるんだよね、これ、インパチェンス、これここに置いてあるけど、これ、日に当てちゃいけねえのかなと思ってねで、値段も手頃だから買おうかなと思ったけど、よく見たら、日向とか書いてあったからやめちゃったけどね、ちいさ、北側の入り口あたり、日が当たんねえ部分はね、このシェードガーデン、なんでも言葉くっつけてさ、ガーデンにしちゃうもんだなと思ってね、日陰でも育つ木とか草とかね、だダ類とかね。 いや、まあ北側のね、ちょっとした草木はね、ここでね、シェードガーデンで選ぶようにしてるんだよね。これ、ここの地、レンガだね。よく見たらね、今まであまり気にしなかったけどね。あの、メガネ橋じゃないけど、レンガ作りになってんね。まあ新材はどうなってるかわかんないけどね。ほんでね、よく見るとね、売り物がね、4割、売らないものが6割ぐらい占めてるような気がする、この、この店は。なんか、草木、もう売れ残りが結構ね、いい仕事してるような気がするよね。じゃあ今ね、室内の方に入ったけどね、やっぱりガラクタが置いてあるね。 ま、女の人好きだよね、この訳は関連が楽だね、ガーデンが好きな人だとね、もう半日いても飽きにいっゃね、半日じゃさすがに生きるから、2、3時間平気でいられるよね、そしたら、ね、ご主人と一緒に来たらね、ご主人はちょっと隣のほら、ホームセンターあるから、あのね、日曜大工センターもあるし、ドンキーもあるし、まあ、そっち行っててくれと、どこの人はあんまりドンキホーテ行かないかな、まあ、ホームセンター行っても30分もいりで飽きちゃうかな、これね、じゃあなんかどっかで飯でも食ってこいとかね。<laughs> まあこういうところはね、女の人同士で来た方がいいよね。<laughs> ちょっと数時間平気なんでしょ。これ煙突ね。あれ、使ってんのかな、煙突ね。これ、なんだっけな、フローラー、クロダー黒田園芸っつうのかな。ここから歩いて行ける距離にね、やっぱり花の木っていう大きなね、あのー、植物屋さんなんだけどね、そっち行かない自分は。車置くのもね、なんかめんどくさいの。こっちのがね、車止めやすいんでね、さっと来て、さっと止めてね。何かね、 花のね、講習会みたいなのんで、ね、こんな植え方しようとか、寄せ植え講習会とかね、まあ、そういう時になると、やっぱり車の台数が多いかな、まあ、そういう時はね、面倒めんどくせえなと思うけどで、基本はね、朝早くか夕方行きはね、誰もいないからね、ここんちのね、考えっていうのは、なんか、売るよりディスプレイに力入れてるよね、で、まあ、見せて、ガーデンを見せて、ついでにお花を買ってもらうっていうような感じなんかね、あれはなんかバーゴラか、なんかあんかね、バーゴラ、骨組みがね。 まあとりあえず何か這わせてないねあれも本来なんかブドウかなんか絡ませんでしょあのバーゴラかなんかに違ったっけこれね骨組みだけのまあ、真夏になったら何かやってくれると涼しくていいかもしれないけどねでうちはいつも買う時ね気に入ったものじゃなくて気に入らないね,えねものもね平気で買うようにしてんだよねと気に入らないさ草木買うとさそれがまたさ意図しにいえ時に綺麗に咲いてくれるんだよねまあ、とりあえずはまあ、こんなもんかなこれなんかまた何かやんのかなこのね置いてあるね うん、だからわざとこれペンキも汚く塗るんだろうね古,古びたのがいいんでしょこれ古びた雰囲気がなんかストーブの煙突あるけどあれ使ってんのかなあ焼却炉か <laughs> こんなとこで火つけたらなだいたい苦情来るよね、まあ、この辺はね本当草みたいなのが売ってんでね雑草みたいなのがね <laughs> はいお疲れ様でした